はいどうもみなさんこんにちは、エビサです。みなさんエビはお好きですか私は大好きです。さて、今回はですね、アウトルック活用術、社外含む多人数予定調整の極意を公開ということですね。極意を公開しました。はい。本当に極意なのかどうかは、まあ、わかりません。これ、私が書いた記事です。はい。で、レベル0から7ということで、七8段階か。8段階に分けて、 社内外含む多人数の予定調整に困っている方のためにですね、いろんな私のノウハウを書いてみました。見てください、この目次なんかめちゃめちゃいっぱいあるじゃないですか。これ全体で2万文字ぐらいありまして、長い、長すぎるということなんですが、まあでもですね、私が思う重要なことをですね、つらつらと書きました。ぜひ、このチャンネルをご覧の皆さんにも見ていただきたいということで、はい、あります。 でこれ私の持ってる個人ブログじゃないんですけど、まあ私が仕事で書いた記事、まあこういうところのチャンネルで紹介しても、私が個人で勝手にこうね、しゃあのインターネットで見つけた記事公開するのと一緒ですから、まあ叱られは発生しないんじゃないかというですね、そういう淡い期待のもと、叱られが発生しませんようにと祈りながら、えー、皆さんにお伝えしております。で、この記事はですね、真面目な話、本当に役に立つと思いますので、ぜひ見てみてください。ちょっと目次だけさらっと見ておきましょうか。 まず、アウトルックの基本的な予定表の機能をどうやって使うのかみたいな話、まあ、本当にアウトルックの予定表って使ってないぞみたいな方に向けたような話を書いてます。で、普通に個人でスケジュール管理をするっていうことだけじゃなくて、やっぱりそのスケジュールを共有して、他の人に自分のスケジュールを見せるとか、他の人のスケジュールを見るとかですね、そういうことができるのが、やっぱりこうアウトルック、まあ、エクスチェンジ、エクスチェンジオンライン。 まあそういうところの、まあ企業向けのメールシステムのいいところですよね。まあマイクロソフト365を使っている方であればほとんどの方が使えると思いますので、そしてアクセス権をちゃんと設定しましょうっていうことですね。で、アクセス権を設定するとどこまで共有するのかっていうのができるわけです。全部丸見せ、丸見えにしちゃうこともできるし、件名だけっていうこともできるし、時間だけっていうこともできるんですね。その辺、はい。見てください。 でですねまああんまり知られてないんですけど外部のエクスチェンジオンライン組織つまりだから他の会社の人とかですねと直接予定表を共有するってことができたりしますこれね結構ね使われてない機能なのでぜひ皆さんねあの管理者の方に言ってつないでもらっちゃってくださいあるいは共有をできるように許可してもらっちゃってくださいそしてさらにエクスチェンジオンライン同士じゃなくても予定表って共有できるんですよ この辺ね、使ってる人ほぼいないと思うので、私も、ね、あのいろんな方とこう予定表の予定の調整とかしますけど、あ私の予定これなんでってリンク送っときますねって空いてるところ勝手に入れてくださいみたいな感じで予定調整してる人って見たことなくて、でもできる機能がありますので、ぜひやってみてくださいということですね。この辺の、知らなかったってことね、あるじゃないですかね。はい。 そして会議室とか備品とかそういうものを予定表で管理するっていうことができます。会議室の予定を取るみたいなことがアウトルックの機能でできますね。はい。これは使ってる方多いんじゃないかでしょうかね。はい。そして予定を作るときには会議室席依頼っていうものを使いましょうということですね。会議室席依頼。使ってない人はあんまいないとは思うんですけど、うん。会議室席依頼っていうものを知らないで 予定調整をしようと思うと大変なことになりますので、ぜひ会議席依頼を使ってくださいと。私のここら辺からノウハウが入ってきますね。4応用あたりから。はい、空き時間を意識して予定を作成しましょうねっていう話とか、移動時間も予定表に書いとくといいですよねって話とか、自分の作業時間みたいなところも予定表に書いといて、ちゃんと作業時間ブロックしておきましょうみたいな話とか、休憩時間もちゃんと書いおきましょう。まあそんなことがありますし、 会議を設定するときには、空いている時間を選択しましょうっていう話があります。まあこれね、当たり前の話なんとん、当たり前の話のように聞こえると思うんですけど、これ空いている時間は、アウトロック上で空いている時間を、パッとそこはもうよ会議を設定していい時間なんだっていう状態を、この上のやり方を使って保っておくっていうのがミソなんですね。そうすると自動で選べるみたいなところがあるので、まあその辺の話をしてます。 そして、まあ、レベル0から7までですね。はい。具体的なスケジュール調整のやり方みたいなところを、こう、レベルを上げながらですね、紹介してます。まあ、一番初歩的にやるんだったら、予定表とか何も使わずに、こう、メールでね、それぞれの空き時間をこう、記載して、何月何日の何曜日、何時から何時は空いてます。何月何日、何時から何時も空いてます。 これらが私の空いてる時間なんでそちらはいかがですかとかっていうことを名の文面に書いてやり取りしてるような人がいたら、まあそれはレベル0ですよっていうことですね。まあ結構多いとは思うんですけど、まあ私から見るとほとんどの方がレベル0と私が位置づけたいような感じになってしまいますということですね。で、組織内で自動化するみたいなことは結構容易にできるんですね。まあそれもいろいろレベルがありまして、まあ1234ということで組織内やってますけど、まあ組織外とやるっていうのがかなり難易度高いですね。 組織内なら予定表の共有機能とかを使って全自動で予定を設定するってできるんですけど社外になると組織外になると結構難しいのでその中で組織外の人にも空き時間情報の共有を使うとかあるいはブロックを活用するとか、はいまあ、そんなこと含めてですねやっていただけるといいんじゃなかろうかと。まあ ね、あの予定表の調整予定の調整をよくやってる方であればあブロックしてるしてるっていう方多いとは思うんですけどね、はい、そしてさらに予定の種類分かりやすいようにタイトル工夫しながらもう予定がもう完全に空いてないっていうところの中でどうやって調整しやすくするのかみたいなところにも触れてますので是非あなんかそれをやってないなっていうところあったらですね是非見てみてくださいそしてアウトロックと連携する外部サービス があって、それを使って予定表の調整、予定の調整をしやすくするっていうのって結構いろいろありまして、その中の一つ、スケラクってやつも紹介してます。まあ、これは私もこのスケラクに関わっているんですね、今ね。なので、はい、そういうものを、スケラクだったらどうできるのかみたいな、楽チンでしょうみたいな話をしてます。まあま、あ見てわかる通り、ここら辺は真面目に書いてますけど、実際はここら辺の宣伝的な要素もかなりあるんですが、 ま、とはいえですね。とはいえ、まあこれもまあ便利ですし、そもそもアウトルックの予定をちゃんとある機能を理解して使いましょうみたいな話をずーっとしてます。ですので、本当に役に立つと思ってご紹介をしておりますということですね。はい。ほらなんか長い。長いでしょこれ頑張って書いたんですよ、私。もう頑張って書いたけど全然あんまり見られてないから悔しいというか寂しいというかもったいないというか、そういう感じですので、 はい。なんかこれ見てなんかしっかり書いてあるなと。うん。ちょっとアウトルックも使ってるし、ちょっと見てやるかという方はですね、ぜひこちら見ていただければと思います。はい。まだスクロールが終わりませんね。もうちょっと連打してみましょうか。ガン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 行ってもまだあるぞと。はい。まあ、こんな感じの長さで力作ですので、ぜひ書いてみてください。ん今なんか私書いてみてくださいって言いましたが、はいよ。読んでみてください。はい。ということで、はい。 記事のご紹介でしたでこの記事に行くには、えー、概要欄にリンク貼っておきますのでぜひリンクお願いします。リンクお願いします違う、えー、リンククリックお願いします。そしてこの動画にはいいねをお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。そしてこの記事のハテナブックマークですとかあと Facebook でシェアするとかま w i t t するとか LinkedIn、えー、で共有するとか、まあ、RSS の報読もあってもいいかもしれないですね。はい、そこら辺もぜひ よろしくお願いします。ということになります。はい。お願いばかりの動画になってしまいましたが、あの、これ書くの1週間ぐらいか私かけてますので、はい。あの、本当に労力がかかってますので、で、あの、役に立つ記事になってると思いますので、ぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。というわけで、今回の動画は以上です。ありがとうございました。